からこっちからこっちから行って海沿い川沿いに行く。ここも美味しいよね。よい。クリスウォーク、あとリバーサイドね。さっき見えてた。うん、The other side of the 松港リバー。それがキャンプブーンに行くようなここはですね、こうなんか音楽スタジオ。お、庭。あ、58号線沿いの。なんか見えてるんですか。あるよね、スタジオがね。ああ。線で。何年。通るの初めてだな。あ、裏側の方がなんか入り口とかになってるのかもしれないね。こっちもそこはもう58号線だ。こうなってるね。この焼き鳥のところだね、これね。すごい。ね、今うち泊まりに来てますけど、うち泊まりはね、米軍のね、キャンプブーンという基地があったんですよ、ここにね。さっきの58号線の曲がるとこ、入ってくるとこ、あそこが入り口だった。でこの部屋も米軍施設だった。ただそのブーンがね、何の基地だったのかっていうのはちょっとよく分かってないということで、まあ、パス発行とかね、そういうまあガードセキュリティ部隊がいたとかねっていうのは聞いたことがあるんだけど、そんなに大きくもないしね。結構早めに戻されたんじゃん。この辺からもね、川見えて。ああ、さっきの反対側ね。すごいね。ここだけでこれね、こんな量だったらさ、そら大変だろ。なんかジェイミーがリンクを貼ってくれてるけど、アーニン、キャンプブーンはザストレージキャンプ、ストレージ倉庫みたいなもんだったってこと。Thank you, thank you、 ありがとう。
なんかね、40代ぐらいの人はブンブンって覚えてるローカルテレビね。ドキュンライブなんだ。あれなんだっけ、アクターズのやつ、アクターズのやつ、毎週土曜日だったかな自分も見てないんだけど、なんかやってるなっていうのは覚えてる。岩井明夫。え、岩井明夫。いや、あの男の人、司会みたいな、わかんないな。こんな感じなんだ。大きなお家がすごく多い、ね、やっぱあのアフターでベースだから、すごいクリーン and the road is ね、あの white、kind of a new town。あの辺だな。だと思うな、あの辺。プルメリア、ここにね、ガマっぽいのがあるんだ。降りてみたことないんだけど、車で知ってたらなんかあるな。階段もあるな。え、お墓だったのかな。なんだろう、すごいな。来ようと思います。すごいね、これガジュマルではない、ガジュマルか、うん、す
すごい古いな。うん、多分この辺までね、この辺からもう海か本当に浅瀬で田んぼとかやってた。Thank you.